ソルトレイクシティ共同、スピードスケートの W 杯第5戦第2日は27日、米ソルトレイクシティで行われ、女子1500メートルで高木美穂、時代インカラミが1分51秒60で優勝し、開幕から5連勝とした、この種目で通算21勝目、1000メートルなどと合わせて28勝目。 写真、取材に応じるスピードスケート女子の高木美穂23年12月男子500メートルは村上宇都木、行動建設が34秒16で3位に入った、新浜達也、高崎健康福祉退職は8位、森重渡、岡本グループは10位、男子1500では一戸聖太郎、アナが5位、女子500の稲川くるみ、高文堂インターナショナルは6位、 団体追い抜きの女子で日本、小野寺、佐藤、堀川、ワニーだった。